はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルのショーが、今日は、しゃもじ、会議に参加する、をお送りいたします。よろしくお願いいたします。しゃもじ、ここ、しゃもじ、ここ。また、お前か。なんだ。いよいよですね。何がいよいよなんだ。いや、いよいよじゃないですか。7月11日ですよ。会議、会議、世界の会議に出席するわけですよ。 ああ、そうだな。まあ、いろいろ話は考えてるが、まあ、あ困ったことが一つだけちょっとあるんだ。え、え、しもじこここんな切羽詰まっているのに困ったことがあるんですかうん。なんです。あの、オフランスだよ、オフランス。オフランスがいきなりなんか、我々が西洋ネバネバナットを食べるのに反対し始めたんだ。 ああ、なんか前からちょこちょこ言ってましたけど、本格的な反対し始めましたね。あれなんでなんですわからん。それをお前に聞いとるんじゃ。お前頭がいいんだから、それぐらいわかるだろう。あー多分うん、多分多分うん、多分自分の国が今、ひっちゃかめっちゃかじゃないですか、オフランス。そうだな。だから、なんかあの、目をそらすために、他になんか方向なんかちょっと、国民の目を他に、なんか向けたいんですよ、きっと。 なるほどな。でも、奴を説得するにはどうしたらいいんだだって我々の国は誰も国民が反対してないですよね。西洋、ネバネバ納豆を食べることに対して。ああ、そういう反対はないな。それを全面に押し出すんですよ。オフロネスがいくら言ったって我々の国民がみんな賛成してるんですよっていうことで押し切るんですよ。 なるほど。説得か。なんかでもお土産とか持っていくといいんじゃないのか。オフランスお土産に弱そうじゃないか。ああ、お土産いいですね。何を持っていけばいいかな。うん、ちょっと考えるわ。まあ、ちょっとここを、今日中に考えるか、うん。そうですね。なんかいいお土産。日本風のなんかいいお土産を持っていくといいかもしれませんね。うん、そうだな。まあ、しゃもじなんかどうだ。あは、ダメですよ。前なんか持ってきましたよね。他に。 あ,あダメか。まあ、シャムジ王国だからな。まあ、でも、シャムジに変わるものか。悩むでもな。まあまあ、今日中にちょっと考えて、まとめようじゃないか。な。それがいいですね。あとな、まだ困ることが起きてるんだよ。まあ、まだ困ることが起きてるんですかうん。最近、まあ、我々の近くのでっかい国だけど、ちょっとないや、我々の経済を追い越して調子に乗っかってるんだ。 ああ、あの、でかい国ですか。ええー、と、なんでしたっけね。中、中、中華飯店でしたああ、中華飯店、中華飯店、そこそこそこ。そこのあのー、大将ああ、変な名前だったな。あなんかお金を集めたり配ったり、なんか支払ったりする名前ですよね。お金ね、えっ、ー、と、集金だったな。あ、そうそう、集金ですよ。ええー、と、あと支払いが、ええー、と、ペイだったですね。ペイ。ええー、と、ペイするってことですよね。 ああ、支払い支払い。集金と支払いっていう名前だったな。そうそう、集金し、あ、集金支払いですよ。そう、集金支払い。あの集金支払いがなんか言ってきたんですかなんかな、我々を目の敵にしてるらしいんだ。ああ、なんか昔いろいろありましたからね。まあだけどまあもうそれからもうすごい時間も経ってるしな。うーん、我々だって協力をしてきたんだぞ。そうですよね。なのに今更になってな、あの集金と支払いがな、ガタガタ言い出して。 うーんあまあ、ちょっと目の上の炭鉱部だな。本当ですね。だけど、それも我々が西洋ネバネバ納豆に入っちゃえば、全部解決するんじゃないですか。まあ、そうかもしれんな。まあ、だけど、反発するかもしれんな。うーん、なるほど。でやっぱりお土産あげたらどうです今度会うんでしょあ今度なんかな会わなければならんのだよ。再来月ぐらいかなうーん。 あの、集金と支払いな。何がいいかな、お土産。なんか、これ、これぞと思うものがいいんじゃないですか。あの、オフランスの代表と同じようなものでいいんじゃないですか。よっぽどいいものじゃないといかんぞ。そうですね、うん。何がいいかな。なんか、あれだな。急に、我々の、まあ、島国だけど、我々のこの、しゃもじ王国に協力したくなるような、 なんかこう、気分が、ブワーって上がっていって、あの、なんか高揚していって、気分が、ボボボボってなって、うん、だったらいいよっていう風になるようなものがいいな。そういうお土産が。ああ、簡単じゃないですか。そんなお土産あるのかありますよ。簡単ですよ。何を持っていくんだ決まってるじゃないですか、シャムジコクを。飛びます、飛びます。坂上二郎ですよ。 <laughs> お前あ、あ気がつかんかったな。飛びます、飛びます、坂上次郎を持っていくか。そうですよ。あの、飛びます、飛びます、坂上次郎を持っていって、ワインかなんかに持っていって、混ぜちまえばいいんですよ。なるほど。そうしたらもう、ああ、いいよ、いいよってなるな。そりゃそうですよ。飛びます、飛びます、坂上次郎なんですから。で、あの、中金と支払いにもそれ持っていって、 饅頭かなんかに混ぜて食わすりゃいいな。そうですよ。饅、ま、頭に混ぜて食わせたら、飛びます、飛びます、坂上二郎ということで、我々に全面協力してきますよ。なるほど。全部それで解決か。全部それで解決ですよ。飛びます、飛びます、坂上二郎。飛びます、飛びます、坂上二郎。いいな。よし。そのお土産に決定だ。よし。いっぱい持っていくぞ。あ、あれですか。あのー、なんだ。 売買金にも持っていきますかいやいや、この間電話で言ってたんだろう。え、な、なんて言ってましたっけ俺はそんなもん、打たなくたって、飲まなくたって、俺はぶっ飛んでるから大丈夫だって、なんか威張って、その後なんか倒れちまってな、バーンってあれからどうしたんだいや、電話を切っちゃったからわかんないですよ、ガシャって。来るのかないや、来てもどうせ、あれでしょ、売買電2号でしょああ、そうか、1号倒れちゃったから。 2号書くのは。2号だから、いいですよ。適当にあしらっとけば。ああ、そうだな。適当にあしらっときゃいいな。うん。よし。じゃあ、お土産は、飛びます、飛びます、坂上二郎で決定だチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。